はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ということで、えー、今日またですね、えー、荷物が届きました。この発泡スチロールの中に入っております。えー、逆さま現金と書いてありますね。はい。えー、これのですね、あるものを購入しましたで。これを今から開封したいと思います。さあ、何でしょう。あ。これは、 このキャンディーじゃ、キャンディーでは、えー、ありません。えー、この、中のものですね。これは、あの、買ったところの社長さんが、えー、サービスというか、土佐の、黒菓子。ん黒菓子っていうのかななんていうのかなえー、つ、つけてくださった、キャンディーと、えー、コンペイトですね。 <laughs> わざわざ、ありがとうございます。はい。もう二つも入ってました。ありがとうございます。これはまた後日、ゆっくりと楽しみながら味わいたいと思います。さあ、この中に入っているものですね。開けてみたいと思います。おなかなか、丁寧に入っております。 これと、これも一緒に変えました。これはまた後ではい見えますかね見えますか <laughs> はい魚ちゃんです。青と赤いちょっと出しますね。 見えないかちょっとズームしすぎかはいベタといううんー消えたベタという魚ですはい青と赤のベタとなりますこれをちょっと今着て届いたばっかりですので えちょっと今種水作って温度も合わしてありますのでえそちらの方にこの袋のままちょこんと入れてねえバケツの水温とこの袋の水温を合わしていきたいと思いますはいえーと先ほどですねえっと魚とえっと一緒に入っておりました梱包品ですねえこちらがですねえっとベタちゃんの ご粒々になっておりましてすごい小さな小さい方のえさ、ー、ですね食べやすくなっていると思いますで、えー、これがえっ、ー、と水草ですねえー、あのベタがねあのちょっと水槽の中で隠れたりとか ちょっとでもね、ストレス解消になればと思って買ったやつです。はい、えー、こちらがですね、えー、とあの魚を、えー、と飼育するために必要なものですね。これを Amazon の方で、ねえー、購,購入しました。これをちょっと開封したいと思います。 梱包,品梱包がいっぱい入っておりますじゃんあ見えてきましたはいえー、まずこの一番大きいやつですねこれがえっ、ー、と私が今回買いましたえー、水槽ですねえェックスさんのえー 1 5ンチキューブですね。グラフィット、えー、15ですね。1 5 0ミリ1 5ンチのキューブ型です。はいこれ、これを1個。最初ですね、ベタを1匹買う予定だったんですが、えー、どこ行った えー、水槽をですね、うん、ベタを2匹買うことになりました買う、すごい気に入ったのがいまして、えー、それと、これですね、これあの、急遽また、また多分水槽はちゃんとしたのを買うと思うんですけど、これ、100均で、とりあえず急遽買ってきました。 これは多分ですね、100均の調味料コーナーにあったもんですから、うん、なんでしょうかね、調味料、プラスチックです。調味料コーナーにありました。これと、えー、これもまた、S、あの、レタちゃんのご飯ですね。これはちょっとですね、先ほどより粒が大きいですね。とりあえず小さい方から。 でこれが、あのー、おやすみリーフといいまして、えー、と、これを水槽の中に入れると、この葉っぱの上に、ベタが、今、この、ありますね。ちょこんと、休んだり、隠れたりと、ちょっと、癒しの空間を作ろうと思いまして、おやすみリーフ、これを買いました。 でえー、これが、えー、カルキ抜きですねあの水道の水を、えー、カルキを抜いて、えー、中和すると結構アルカリ性だと思うので、えー、中性から弱酸性に変えていこうとそういう薬でありますはい今度はですねえっ、ー、とー これですね、えー。水温計。これもジェックスさんの、えー、水温計、えー。だいたい許容範囲が、えー、色で、ね、区切られてて、えー、一目で分かるようになってますね。ちょっとピントが合わないかな。ピントが合わないかな。ピントがありませんね。はい、水温計です。で、これが、えー、水槽の 上から照らすライトですね。これもちょっと、うん、YouTube であの、いろいろ調べまして、えー、ちょっと、安くて <laughs>、明るそうな感じののえー、見つけてきましたので、これもですね、えー、きの、えー、ピースという、ピース、ホワイトですね。200ルーメン。ちょっと200ルーメンというのがどんぐらいかわかりませんが、えー この水槽に対してちょっと小さめの買ってみました。で、あと、これですね、えー。ピペット。ピペット。これは、スポイドですね。これは何するかというと、あの、水槽の中にちょこっとしたゴミとか、ふん、え糞、ー、とかですね。そういうのをちょっちょっと吸い出すときに、えー、取ったり、扱ったり、 あのー、ちょっと、えー、他の餌をあげるときに少しそっと入れるときにやりますそれでもう一つですねえー、これえー、網網ネットネットですねあのー、水槽から あの、水槽を洗う、水替えするときですね。あの、まあ、別にダーって水槽こぼしてもいいんですけど、それじゃあちょっともし危ないなと思って、えー、念のためにこの熱湯を使って金魚いやベタをすくい出して、えー、他の入れ物に一回保管すると。そういうために一回買ってみました。えー、これでですね、えー、だいぶ揃いましたので、 えー、後ほど水槽のセッティングにして、えー、お見せしたいと思いますはい、えー、ただいま、えー、水槽のセットができました、えー、ライトをつけまして、えー、ちょっと中を明るくしまして、えー、こんな感じで泳いでおります はいえー、と現在、ですね、えー、と水温が28度ですね、25度ぐらいから24度か、4度から8度ぐらいまでは有効範囲内ということでやっております。 えとこの水槽がですね、えー、とこ,この水槽が、えー、とガラスなんですが、なぜガラスにしたかというと、やっぱりあのなんか透明感があるらしいんですね。それであの透明感もあるし えー、中,持中持ちもするということで、えー、ガラスにしました。でもう一匹が、えーはいうん、こちらですね。こっちはですねプラスチックだから、えーと,まあ、とりあえずあのこちらの方は急遽買ったので、えーえー、間に合わなくて水槽が。えー、また今 買う段取りをしておるところですこのベタがですねえー、とジャンプするんですねで必ずこれはちょっとあの飛び出さないようにしておりますでこっちもちゃんと飛び出さないように蓋をしておりますはいこれが初 お,おめおめおめえみえです。これが、えー、これからサイレントライブに夜中ちょこちょこ出てくるかもしれません。<laughs> よろしくお願いします。 この魚ををベタをですね2匹いますが何で一緒に飼わないのか何で一緒に入れないのかということなんですがこのベタは特にオスはですね縄張り意識がすごく,せすごくてあのもう通称「闘魚」と呼ばれるぐらいもう縄張り意識強くて追っかけ回して喧嘩するぐらいの魚ですので、えー、普段はですね えー、一匹ずつが基本となっております。で、隣同士で並べるときは、あの、ここの隙間に、あの、仕切りをしてですね、えー、見えないようにして、するように買うみたいです。で、あの、今このひらひらがすごい綺麗なんですが、えっ、ー、と、一日にですね、15分20分、あの、他の魚と、 対面した時ですね喧嘩するんですがその時あのこのヒれをですね思いっきり広げるんですねでたまにそうやらないとうんとなんかもうだらーっとなった魚になるみたいですこんな綺麗にいたらひらひらならないみたいですねこっちはまだ多分おそらく子供だと思われますねこのベタはですね 幼魚から買った時まあ例えば色が白だったと思ってもですね、えー、とだんだん大人になるにつれてですね色がいろんなパターンで変わってくるんですね。もう青から白にあのうん違いますね白から青になったりとか赤から青になったりとかいろんなパターンがあるみたいです。 これは何色になるんでしょうなんかちょっと白が強いちょ少し赤が入ってますね。これはまだ幼魚だからこれから色がついてくると思います。こっちはもう完全に大人ですね。えー、ブルーにカーキ色が入っております。